うっすらと目をちょっと開けて上を向いててください。はい、いいですね。くすぐったいですか？大丈夫ですか？ちょっとこうまぶたを挟むようにして取っていきますね。こう、今日はお仕事帰りですか？そうなんですね。結構薄めのメイクですね、うん、お仕事は何をなさってるんですか？学校の先生でいらっしゃるんですね。なるほど。それで薄めなメイクなさってたんですね。いいですね、うん、結構ね、学校の先生だと生徒さんなんかもね、中学校ですか、小学校、小学校の先生ならまだあれかな。最近はね、マセさんが多いので小学生の女の子でも結構お化粧に興味がある子も多いですよね。先生の化粧なんかもやっぱり結構見てる子がいるんですかね。冷たいですか？大丈夫ですか？いつも化粧水は何でつけていらっしゃいますか？パフを使って。あ、そうなんですね。パフでつける人もいれば手でつける人もいますけど、あれは結局好き好きなんですけどね。私は結構手でこう押し込むようにつけていくのが好きなタイプなので、なんかこう手の温度をね、手の温度でしっかりこう温めながらギュッとハンドプレスしてあげることでより肌に入っていくような感じがするので、その方がなんか手にも化粧水が塗れるので問題なくないかなって思ったりもします。いいですね。こうやって首のとこもね、結構乾燥したりとかするので、しっかりと保湿していただいて、はい、失礼いたします。こう押し込むようにして塗ってもらえるといいかなと思います。じわーっとこうお肌の中にしっかりと吸い込ませていくようなイメージでじわーっと塗っていきますね。冬はね、乾燥しがちなのでしっかりとお肌に栄養を入れていきますね。じわーっとしっかりとギュッと押しながら、首元苦しくないですか？大丈夫ですか？ちょっとこっちにこう寄せてから
しで寄せてから失礼しますね。じゃあ今度こちら失礼しますね。失礼いたします。おでこに塗って、頬と鼻と、こっちも失礼しますよ。で、しっかりと乗せて、なじませるようにしてもらえるといいですね。で、小鼻の方なんかはこっちの細いところでやってもらえるとすごくなじみがいいので、厚塗り感がない方が様の肌には合うんじゃないかなと思うので、こう少しファンデーションこう叩き込むように使ってもらえるとなじみがいいので、目元のホール全体に白目の色をのせてあげると、こう
ハイライト効果で目が大きく見えるのでおすすめですよ。こっちのこうやってのせて C ラインの方もしっかりとのせていきますね。こんな感じで少しだけのせて反対も失礼しますね。こんな風に真ん中の黒目の上のところに濃い色を塗ってもらうと黒目が大きく見える効果があるのでおすすめですよ。はい、失礼しますね。下のでやっぱり赤みが強いと目がハエぼったく見えるかもしれないんですけど、こうしてブラウンと一緒になじませることでお客様の肌にすごくなじんでいくかなと思います。こうやってなじませるようにグラデーションの馴染みもいいですし、今日のお化粧ともすごく馴染みがいいですね。お客様の目は切れ長でいらっしゃるので、こう跳ね上げラインを描くと少しきつい印象になってしまうので、目尻を長めに引いて目がね、ベビーピンクの色味なんですけど、そんなにピンクピンクしたりしないので、ツヤが出て目元がねうるうるした感じになるので、キュッと掴んでからずっと上げて、もう一度キュッとしてから、今度こちら失礼します、キュッとしてから上げて、
も失礼します。リップ全体にこうカラーをのせて、下唇も失礼しますね、こう真ん中の部分にのせて、下唇も失礼しますね、こんな風にします。はい、お疲れ様でした。